今日は東京ヴェルディの18歳5人に集まってもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、頑張るぞ。いや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 。さっき怖い髪見ちゃったからね。怖い髪見ちゃった。怖い髪見ちゃった。事前に。いろいろ今回は事前にテーマを決めてやっていこうと思ってます。松橋選手。やる気ありますか？あります。お願いします。足つりそうっす。早速やっていきましょう。まず一つ目のテーマこちらです。隣の人を紹介してくださいということで、今から皆さんに、いわゆる他己紹介ですよね。自分自己紹介じゃなくって、自分じゃない選手を順に、その人の魅力とか、普段こんな人なんですよとか、そういうのを紹介していってほしいなというふうに思います。では順番に参ります。まず最初は馬場選手から松橋選手を紹介してください。お願いします。俺超アンパイ一番のお前いいな。馬場超アンパイ一番むずいな。違う、あれ人が馬場難しいんですか。松橋岩選手です。はい、どうぞ。これプレーとか全部ですか。性格とか、松橋選手が普段こんなもの好きなんですよとか、知ってること、何かこう魅力が伝わるようなとか。一番はもうナルシストですね。ナルシスト。いいね。純喜くんのインスタとか、ヴェルディの公式とかの写真見てれば分かるんですけど、とりあえず決め顔して女の子のファンをつけようとはしてます。以上ですか。プレーは、とりあえず裏とんのうまいなって感じですね。なるほど。一番うまいかな。中学生。松原選手、今何か反論ありますか。いや、ないっす。ない認めるんですね。女の子の人気が欲しい。狙ってますね。欲しいっす。口には出せないです。一番欲しがってますって。一番欲しがって欲しがってないし、ひげ生やして女の子とかないですもんね。それはちょっと渋めの人が好きな女の子とかいますから。いますけど、そんな決め顔をたくさん載せてるんですね。そうです、見てもらえば分かります。分かりました。じゃあ順番にいきますか。じゃあ松橋選手から、藤田ジョエル千葉選手。ジュエルは一発芸キャラっすかね。最悪だお前。マジで違う、全然違う、全然違う。嘘です。マジで怖い。普段からやられてるんですか。そうっすね。全然わかるじゃないですか。映像やられてるんですか。やるときじゃないですか。おーい、マジでやばい。そう聞いたらやっぱちょっと、しかも結構嘘です。嘘です。期待が高まりますよね。嘘です。すいませんが、では藤田ジョエル千葉選手、一発芸を。嘘でしょ。お願いします。じゃあ、江戸時代のアントニオ猪木。元気ですか。元気があるよ、何でもできる。1、2、参勤交代。では藤田選手から
石浦選手を紹介していただきましょうか。まあタイがもう行ってしまえば一発芸なんですけど、それは違う、行ってしまえば違う、それは違う、全然違う、全然違う、違うか、そんなキャラじゃない、嘘はよくない、嘘はつくない、こいつ吉田さんのモノマネいけるんですよ。あ、そういうケース、そうなんですか、いわもう共通認識で、うん、吉田さんのモノマネいつもするじゃん、マネ吉田さんの何知らない、これ見てない、ビブスのやつとかね、それなんか得意なんですよ。え、それちょっとぜひその機会なんで、ごめんなさい、ね、見せてほしい、簡単に撮ってきてるんで、マジでやめようよ、ないいいですか、石浦選手、ではせっかくなので石浦選手によくない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 よ、吉田選手です、よろしくお願いします。指導日の日に自分がビブスを着てるのに僕にビブスをよこせと要求する大久保康さん。ビブスくん、ビブスくん、くる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 、以上です。ありがとうございました。ちょっと意味わからなかったんですけど、どういうことどういうことなんですか、今のは。いや、なんか、ヨシトさんもビブスすでに着てんのになんか同じ色のビブスをもう一枚要求してくるんですよ。どうして、え、いや多分自分が着てないと思う。着てないと思う。そういうの持ってたんですね、石浦選手。知らなかった。なんかきつい。ありがとうございます。いいもの紹介していただきました。ありがとうございました、藤田選手。では、石浦選手から山本理人選手を紹介してください。リヒトっすか、はい、ないな、リヒトなないな、はやめろって、まあ、僕たちの財布っすね、お財布、お財布こいつらマジでやばいっすよ、夜ご飯とかお昼ご飯一緒に行ったら払ってくれるんですよ。しかもこいつら、はい、全く気使わないんで4、5人で行ったら普通に1万超えたりするんだ。ありえないです。昼飯1万いくんですよ。一人2000円とか使ったんですよ。え、まあ、ちょっと早くトップに行かれたじゃないですか、はい、同い年の中で。やっぱ最初に給料もらうのが早かったっていうのがあって、おごらなきゃっていうのがあったんですか。いや、まあそうだし、こいつらももう当たり前みたいに、おごってくれますよね。もう店出てっちゃうから。あいつ大盛りだ。餃子一人で12個食べるから。バフィアって餃子一人で12個食います自分の金で。2品だよ、2品。俺の金だからこいつ餃子12個食うんですよ。2000円は行きたいよ。2000円は。2000円バフィアに。乗れば2000円。もう当たり前なんですね。で、給料が入ったんで、まあ、プレゼンのお返しを待ってます、うん、ってことで、お返し待ってます。それでそれからの、まあ、でも確かに今まで出した分ね、お礼のようなものは欲しいです。それはもちろん考えてらっしゃるんですか、馬場選手は。まあもちろん。お前マジで言っちゃった。楽しみにしてほしいな。よかったですね。そうですよ。なるほど、お財布ということでよろしいですか。お財布ということで。俺の意見じゃないから、お財布は。要はちょっと喋んなすぎやな、透かしてない、ちょっと足つった、足狙ってる、直線狙ってる、直線狙いすぎだ、今も狙ってるから、ね、この角度とかな。この角度は右から2番目がいつだもん。最後に、山本選手から馬場選手の紹介をお願いします。と思ってねえもん。馬場はね、馬場はまあ明るいですね。まあ5人の中でも一番喋るし、なんか中心的な感じです。間違いないですか、そこは。一番喋るんですか。はい、なんか先輩の前で全然喋らないんですよ。先輩の前で全然喋らないんですけど、
同い年とか1個上とかになったらもうめちゃくちゃ喋ってます。それどういうことですか？なんで先輩の前ではシャイなんですよシャイなめちゃくちゃなれればいいんです。今までですか？じゃあ結構先輩いるじゃないですか、プロ入って、うん、ほとんど喋れない。まず練習出てないんで怪我して、まあ、その時点であんま喋ってないんでまだなんでないって感じです喋れるようになれば、うん、慣れてくればだんだん自分出せるかなって感じですけど、今はまだ無理ですね。なるほどね、うん、でもまあ明るくて、でまた褒めてますよね、基本的に褒め言葉としては、うん、褒めてますよ。汚い、もう間違いない。全般的汚いですけど、なんかいろいろ汚い汚い。何が？食べてる時口から出るし口の中見せてくるし口の中見せてくる。見せてくるよ。それは間違いない。口の中見せてくるんですか？いや、なんか食べてるものを口ガーって開けてよくないですね嘘じゃない嘘じゃない